皆さん、こんにちは。今季オフに巨人を自由契約となった中田翔選手、自由契約になったことで今後の去就に注目が集まっており、複数球団が獲得に動き争奪戦となると予想されていました。しかしここに来て争奪戦とはならず、中日が一本釣りする可能性が高まってきたというのです。実績や実力を考えれば争奪戦必至の選手、一体なぜ中日一本の可能性が高くなったのでしょうか。そこで今回は中田翔選手が争奪戦にならなかった理由、中日でほぼ決まりなのか、ご紹介していきます。今季は怪我の影響もあり、主に代打として起用されました。通算300号本塁打を達成するなど朗報もありましたが、最終的な出場数は前年より少ない92試合となり、打率255、15本塁打、37打点で規定打席到達は逃しす形に。シーズン終了後、新たに監督に就任した阿部慎之助監督が、翌年は一塁岡本、三塁坂本、遊撃門脇という構想を掲げたため、翌年も先発出場機会を確保できない状況となり、海外 FA 権の行使を示唆。しかし行使せず、代わりに契約に盛り込まれていたオプトアウト権を行使して契約を破棄し、自由契約選手となることを選択。新天地を探すこととなりました。この自由契約には争奪戦が生まれると予想されていましたが、報道によるとどうも意外な展開になりそうというのです。先日の通り、昨年オフに巨人と結んだ3年契約をオプトアウト、契約破棄権を行使して解除、自由契約となっての新天地移籍を選択した中田選手、争奪戦が予想されていましたが、なんと争奪戦が起きていないというのです。 FA 権を行使するよりも獲得する側の負担は少なくなり、選択肢が増えると考えられていましたが、打線の強化がオフの編成ポイントで動くと予想された。ロッテ、楽天の2球団が今のところ消極的。その理由として、エチケットとして巨人と結んでいた推定3億円2年の契約を最低限提示せねばならないという条件面が、中田選手獲得の動きを鈍くさせているのが理由の一つだといいます。中田選手は巨人にトレードされて2年目となる昨季は109試合に出場し、打率269、24本塁打、68打点の成績を残しましたが、今季は先日の通り92試合で打率255、15本塁打、37打点の成績に止まっています。環境が変わり打席数が増えれば、成績が V 字回復する可能性は十分にあるものの、今季の成績から査定すれば3億円という対価はとても払いにくい部分があります。また一塁あるいは DH でのレギュラー出場を約束しなければならないという部分もネックになるでしょう。ロッテは DH はポランコ選手でほぼ固定され、一塁は山口選手や佐藤選手らが交代で守りましたが、3億円を支払っても中田選手に一塁のレギュラーの確約とまではいかないでしょう。何よりロッテは山口選手を育てたいでしょうし、簡単に出場は約束できません。楽天も今季は DH が主に島内選手と浅村選手で、一塁は阿部選手、鈴木選手、伊藤選手らが守り、固定されませんでしたが、彼らのいずれかを外して中田選手が DH か一塁で143試合出場するという構想も立てづらいです。資金面では問題のないソフトバンクは、西武から FA 宣言をした山川に5周進、中田選手とはタイプが被ります。一方西武は、山川選手が抜けた場合は中田選手を代わりに招集するというプランも考えられますが、 FA 宣言こそしてるものの、山川選手が出ていくか不透明ですし、編成の時期を考えると獲得に動きにくいでしょう。そもそもファーストは今季加入したマキノン選手が残留するのでほぼ固定でしょうし、 DH も中村選手や栗山選手がいます。中田選手の希望は叶えられないでしょう。これらの状況を考慮すると、早々とラブコールを送っていた中日が一本釣りできる可能性が高くなります。中日は中田選手に3億、2年の巨人と同等の条件を提示する方針。
今季一塁を主に守ったビシエド選手は、まだ契約が1年残っていて来季は日本人扱いとなりますが、今季は91試合、打率244、6本塁打、23打点とキャリアワーストの数字しか残せませんでした。中田選手と同じ34歳ですが、上がり目は薄いと見られています。他には宇佐美選手などがファーストを守っていましたが、中田選手に一塁のレギュラーを約束することは難しくないでしょう。今季のチーム本塁打数はリーグワーストの71本、東京ドームに比べて本塁打の出にくいバンテリンドームで、中田選手が何本打つかは未知数ですが、細川、中田、石川の3選手でクリーンナップを組むことができれば打線に迫力が出てきます。加えて立浪監督には WBC のコーチ時代に当時打撃に悩んでいた中田をマンツーマンで教えた過去の関係性があり、すでに信頼関係が構築されているといいます。リーダー不在を嘆いていた立浪監督からすれば、親分肌の中田選手に野手のリーダー役としての期待もあるでしょう。同じセリーグのチームへの移籍となれば、中田選手にとっても自らを代打へと追いやった巨人へ恩返しをすることにもなり、モチベーションもアップします。巨人、楽天、西武などで参謀経験があり、来季からイースタンリーグへの新規参入が内定している新潟アルビレックス BC で監督を務める橋上秀樹氏も、中日はどのポジションも補強せねばならない状況にある、中田の移籍先としては最もフィットするし最も求められているチームだと思う。特に一発を打てる打者が細川くらいしかいなかったので、中田が入れば一つ軸はできるという分析をしていました。すでに戦力外からソフトバンクの上林選手、阪神の山本選手と板山選手、巨人の中島選手を獲得する方針を固めている中日、続けて中田の一本釣りに成功し、上林選手、山本選手あたりがレギュラーに食い込んでくれば、最下位に低迷したチームの地が大きく入れ替わることになり、来季の反撃体制は整います。また中田選手はもともと広い札幌ドームを本拠地に長年野球をしていたので、広い球場でのプレーは慣れているはず。中日としてはメリットが多い補強といえます。ただ9点マークしていなかったチームが中田選手の獲得に名乗りを上げる可能性は完全に消えたわけではありません。今季助っ人を自由契約にした広島も動く可能性はありますし、中田選手は広島出身、もし広島が動くとなれば話は変わるかもしれません。とはいえ現状は中日一本釣りの可能性が高い中田選手、果たして中田選手は最終的にどんな決断を下すのか、今後の去就に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。